近年、海保巡視船の建造が進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして、南西諸島の監視活動が実施されています。これらの海域では、より多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされています。相手は、言うまでもなく中国海警局ですが、あかつきの攻防について見ていきたいと思います。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役しました。そして、度重なる中国公船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海所保安本部に配属されたのです。この第10管区海所保安本部は、鹿児島港が母港で、レ、イメイとともに暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われます。重要な役割を果たす黎明型巡視船の初舷は、排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇ります。規模だけで言えば、海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようですね。言うまでもなく、海保の艦艇は戦艦ではないので、海自護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できません。あくまでも、警察力の範疇の艦艇なので、必要最低限の70口径 40mm のボフォース射程単装機銃2機と 20M バルカン砲を2機ずつ実装しているだけです。他には、殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置が装備されていますし、両舷には、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されているくらいです。海保の黎明型は、前級である、安芸津島や前々級の直島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船ですが、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された安芸津島の発展型と見られますが、計画年度が6年も離れているので、全体的に改良が加えられています。例えば後部マストですが、安芸津島は前部マストと同じラティス構造だったのに対し、レ、イメイは、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されています。居住区画は、乗組員への防音措置に配慮して、配置や整付材の活用などによって、ストレス軽減を図った作りになっているそうです。また、海上治安の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているので、南西諸島での海賊対応などにも有効とされています。ちなみに、海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と資料には記述されているようです。この初舷を規模艦だけで比べたらマヤ型護衛艦より、レ、イメイや暁が、やや小さく感じられますが、建造費を比べると、一隻1700億円もの差で、暁の約6倍近くもかかるのです。つまり、イージス艦が高額すぎて、金のレベルは桁違いということになりましょうか。海自護衛艦は、万が一の場合は敵国軍隊と戦うので、水上の戦闘艦として、巡視船よりも設計、構造的にも高額なのは仕方のないことと言えますが、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているのです。マヤ型には、SH-60kg 哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は、他の大型巡視船と同様、艦尾に、大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われます。このスーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社が、2000年、平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約280キロ、です。日本国内では、海保以外でも採用されている優秀な機体と言えましょう。
暁に搭載されるヘリの愛称は、一般公募の中から青鷲と決定しました。南九州の青い海と、海保のイメージカラーのブルー、鳥の王者として君臨する鷲を組み合わせ、力強く、南九州の海を守ってほしいという願いを込めた、命名されたとされているようです。陸上自衛隊でも、実際に、3機のスーパーピューマ225を調達、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されていましたが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようです。陸自に納入されている機体は数箇所回収されています。具体的には、操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため、排気口の排熱を抑え、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているのです。陸自と同様、東京消防庁も3機配備していますが、救難、救助、救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しています。こういった状況下、海保は、日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に、各陸上拠点でも運用を行っています。暁艦載機の青鷲が、今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているようです。これらは中国海警局組織に所属する艦艇で中国政府の意向を示すものなので小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となります。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織でしたが2017年以降、武装警察に連なる組織へと改編されたため、軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではありません。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれませんが、2021年2月から海峡法が改正されたため、警戒すべき事態になっているのは確かなのです。これによって、中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが改正以前と比べて緩和されてしまったので、同局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけです。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか、非常に興味のあるところです。中国側とすれば、尖閣諸島は、日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いので、日本が固有の領土だと考えていることとは、全く相入れない主張を繰り返しているのです。しかも、尖閣諸島の周辺海域で、日本の漁船の操業を妨害されないように、海保の艦艇は、侵入してくる中国公船から防護している状態なのに、海保側からの武力行使は一切できないのです。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば、容易に武力衝突が発生するとして、海自艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ていますが、それをなだめる論説として、中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が主流であるというのも確かな事実なのです。誰だって戦争は避けたいはずですよね。仮に海自艦艇を投入しても中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れません。となると政治主導での判断が求められることは回避できそうにはありませんから、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれません。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば、自衛隊隊員のように海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願います。加えて漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものですね。